はい、ダメだ、リク来い、アツヤナイス、リク来て、どうぞ回らないで、マジっすか、回らないで、久しぶりや、この感じ、あ、でも、すいません、すいません、全身コーデやめて、舐めないでカムバック企画フェスティバルの2日目でございます。はい、先行ツッコミでございます。なるほど。懐かしいですね。一時は TikTok を総なめしていた。一世風靡していたから、ね。一世、ここから入った人もまあ多いであろう。うん、先行ツッコミでございます。オレンジで先行ツッコミっていうテキスト入れてるやつ、TikTok の上に。あるやつな。懐かしいな。ぜひとも皆さん切り抜いてください。よろしくお願いします。ということで今回は、はい、伊丹スカイパークに来ております。お邪魔しまーす。ということで真後ろには、うん、空港がございまして、もう飛行機がビュンビュン、うん、飛んだり降りたりしておりますところで、はい、先行ツッコミやっていこうかと。すごいね、服着たね。あ、見てください。え、あ、来てる、来ましたね、帰ってきた、ね、今それ言わんでええやろ。あ、いいですね、飛行機が、あ、着陸しますよ。どっか行ってはったんですかね。ノルウェー、今それ言わんでええやろおかえりとかでええやん。確定申告終わったで。じゃ今それ言わんでええやろ。これ何の報告やねん。終わって、いらんいらん、それ三浦の結婚でと今言うことちゃうやろ。誰に言うてんねん、乗ってへんから三浦アナ。それはおめでたいっすね。1万円返してくれ。今言うことちゃうやろ。もうちょい待ってくれ。もうちょい、もうちょい待ってくれ。だから来月って3回ぐらいですけど来月まで待ってくれ。これ日曜からゴルフ行ったやん。おう、おう、そこでリクのジムに通ってる友達おるんや、そのゴルフのメンバーの中に。うん、リクなんかすげえ高いプロテイン買ってるやん。おい、今言うことちゃうやろ。リクそいつからいろいろ、なんかリクこの前1万円ぐらいのプロテイン購入してたんです。おい、今言うことちゃうやろ。え、いや、今ちょうど言わなと思って。せやな、今やな。めっちゃ笑ったよ、俺。うわ借金まだあるよな、あいつチェーンソーマン見た方がいいんかな。いや、今言うことちゃうやろこいつ返せよとかやってそんな悔しがることじゃないって。チェーンソーマン見た方がいいんかな。今言うことちゃうて、お前買ってもらっとって、今、通販で。いや、そうそうそう、解散とか思ってまあ、そっちにもすげえチャラさんありますよ。ええ良さそうなんです。やめとけよ。そう。せやろ。そう。せやかや。やめとけよ。やめとけよ。やりかねへんからな。ほんまリアルタイプやから。どっちかというと。あれ作れる。女の子がよう作る。お花のさ。ああ。スーパーフライみたいな。そうそうそう、ちょっとやる。あかんわ、やめとけよ。ええわけないやろ、やめとけよ。いらんって今。映えるかなって。いや、いらんね。ちゃんと買い抜いたあかんから。こんなうるさいと思ってなかった。飛行機うるさいな。イエーイ、気持ちいいな。やめとけよ。ファッキューすなよ、お前。ファッキューすなよ、バイバイついでにファッキューすなよ、やめとけよ。先輩に覚醒剤もらったんやけど、3打つか4打つか。やめとけよ。3も4も変わらん。4で迷った、1でアウトやね。お前受験費変えてんのか。おお、懐かしいですね。みんな受験生か。受験生、うん、あ、そうかそうか、新しく、まあ、資格の受験もありますからね。うん、言うても社会人でもだから受験すると多いやろな、今転職する人多いし。はい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 、うん、勉強して。あ、危ない。大丈夫大丈夫でした大丈夫。いや、全然大きい石やったからつまずいたら危ないなと思ってみんなのためにありがとう、ほっときました。ありがとうございます。誰か妊娠してんのか、お前大丈夫や、こけても。ちょっと今滑るとかやめような。いや、おい、受験委員変えてんのか。あるけど、落ちるとかって言葉やめてなみたいな。あるけど、誰か受験費変えてんのか。でも俺それで言ったらもう結構多分ここ飛行機乗ろうやん。彼女が東京行くからさ。あ、飛行機で、飛行機で行く。まあワゴンRで行けよ。ちょ、お前高いねんまあせやな、結局な。ちょっともう夜行乗れなく。ああ、
うわなんかいろいろ経験した俺ら。あかんな、よくないぞお前。割と時間かかるよな。かかると思う結局な。うん、新幹線がだから一番いいやろな。良さそう、まあ、高いだな。高いけどな、うん、飛行機ってあれやんな、ライト兄弟。ライト兄弟、ライト兄弟最初に作ったの翼部でやったわお前受験控えてんのか。やったやった。受験生めっちゃやっとるけど、アプリのやつ聞いたことないよ、受験生しか。それなんか回転があったいっぱいあるやん。ほんまやお前受験控えてんのか合格発表の時の。ないな。受験控えててもそれはせんやろ。お前受験控えてんのか時間を惜しんで単語覚えんなお前。受験控えてんのか。今どこなん。ど真ん中。ああなるほど。もう遺跡もある。あ、遺跡。遺跡よ。はい、ローラー滑り台。あ、これや。キューブアドベンチャー。これが多分な立体迷路。あの大人でもおもろい。行くか。こっちは子供用って書いてた。はい、あ、じゃあこっち方面行こうや。こっちの方が多分ちょっとだけ遺跡見ていい。確かに受験控えてんのか。ちょっとだけ、ね、役立つ勉強がてらにじゃない。ちょっとだけいらんって遺跡見に行かんて。25やぞ。いや古いねん。みんなって彼女とか好きな人にさ、お花渡したりすんの。お花、それこそ卒業おめでとうは渡したもん。あーなるほどね、うん、はいはい。あーでもこれをホワイトデー、おう、おう、おう、ほんまや。お前古いねん。久しぶりに聞いたわ。普通に喜んでたけど100歩譲ってチャオやろ。200円くらいチャオ。古いねん。相場は恋文やからな。いや古いねん。恋文って言わんて言い方やな。名人やこの前あの SP をやっとってんやけど古いって初めて画面が明るいゲーム機。いや、そうや。何のソフトできるのあれ今。マシカやな。マシカな。アドバンスやってた。やってたやつだよ。なあのカーテン開けて、うん、明るい日差しのとこから。そうそうそう。こうやってそう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 。こうも見えるねあれ。日暗になったらできる。うん、まあ、見たらエグいんやろ。エグい。クイズよ。お。あ、クイズ。デレン。カミツの遺跡。答えは400m先。はい。模型を見て考えよう。矢印のところに小さなくぼみがあります。何の形でしょう。ここが何か。何の形でしょう。なんかトゲ生えてんのそれ。いや、ただくぼんでるだけやな。あ、俺はじゃあ、クマ。俺は、ボ。ん？ボ。古いって。メリクリア。ボアの。誰も知らんね、今ボアを。ボアの形。ボアの形人やこれは。なんでボア限定やねん。もう一回読んでいい、うん、ペンギンの問題です。矢印のペンギンじゃない。ペンギンの問題じゃないよ。古いって俺たちが朝に見てたやつ。土曜の8時とかにやってたペンギンの問題。古いって。木下ベッカム。ベッカムとかいらんねん。ノバ。いや古いって英会話教室。英会話教室 CM 倒産したやつ。いいだなって。古いねん。あれめっちゃよくない。いい。ノバ。ノバ。お前なんかで優勝したんか。今まで優勝経験はありますか。優勝経験か。部活やら学校のなんやらで。卓球の団体戦で地区大会優勝しました。おお、いいの。地区優勝はすごい。ちゃんとやん。意外な一面やろな。こんな陰キャみたいなやつが。おい、地区大会で優勝できる。陰キャやし。陰キャやったら。せやな。卓球部やもんな。まあ俺はちっちゃい頃に空手優勝させてもらったんですね。トロフィーもありましたよ。こんな何も残らんねん。残ってるっちゅうねん。残るやん。お前アホか。政権好きかましたほうが。おあ、さっきの答えがまだ 120m しか歩いてないってことある。今全部の答えの。あ、じゃあここに全部あるんじゃん。あ、そういうことか。で、ここにみんなを来させようっていう魂胆と YouTube のショーとか。え、あれ後ろしかなくない。え、前もある。いや、あるよ。え、まあ前もありますよ。お前、なんかで優勝したんか。ヒーローインタビューみたいな。あ、あれもね。そのトーンと目やめろ、お前。前もありますよ。手も腹立つな。なんかで優勝したんか。なんか全然子供用やったな。
え、でもそれが迷惑これじゃないか。これら遊ばされやるか。ええお前、なんかで優勝したんか。1位のとこ、って第1回は遊具で遊んだな。確かにもう公園やったから、ただの。うわほんまや、うん、大国か。なんか結構これ手使いそうやな。手をガッて、痛めそうとか。確かに、はい、ゴールドの手袋を家にあんねんけど。お前なんかで優勝したんか。何なんかもらってるやん、すげえやつ使えたな。なんかで優勝したんか、お前トロフィーみたいなやつもらってるやん。ありがとうございます。ありがとうございます。すごっ。ありがとうございます。さっきやってきました。さっきやってきたところ。ソロだぜ。あ、めっちゃ見てくれてる。嬉しいな。ありがとうございます。お父さんがギャンブル好きです。嫁の前で綺麗な家族入り口でさ、君から12歳って書いてたの。ほんま対象外、保護者同伴やから。じゃあ行けんの。誰か幼児行ってや。デビューとそういうこと。誰か幼児行ったら、うん、保護者枠で、保護者枠でできる。なるほど。どうしよう、これ行くか。どうしよう、前向きに行ける。あ、じゃあちょっと踏んでくるわ。時間かかる。二人で、二人で。あ、この先もじゃあ全部そういう感じ。そういうことやろな。うん、まあしょうがないな。ジャケシャか。すごい綺麗な桜があったんで、季節感大事にしたいなっていう。よく来てる。確かにな。なんかもう桜とかも見せてないもんな。確かに。なにそれ。おいスタッフの前でジャケシャか。ジャケ写の撮影の時か。おい、いらんて。作り笑い。6から10にって。あ、書いてなさそう。看板書いてなさそうで。いい？いいね。いいよ。行ってみよう。結構すごいな。久しぶりやろ、こんなの。グーグルジム。あ、いいな。あ、いいわ。楽しい。おい、ジャケ写か。サカナクションとかなんかそういうシックな感じのジャケ写すな、お前。色だよ。おい、ジャケ写か。ジャケ写か。これファンモンみたいな。疲れたわ。ちょ、重厚やでこれ。今ずっとゲロみたいに言うな。嘘やろ。変な木、木から木みたいな木やな。ちょ、風強いわお前。風強い。ゲロみたいな。お前大変そうやな。いるやん。はよ言いたい。はよ突っ込みたい。エロみたいに言うな、お前。コケロみたいに言うな、お前。ケロみたいに言うな。走るぞ。やめー。ダメー。ダメやったか。最後も滑りでさっと終わろう。じゃあまずはクリスから。ありがとうございます。あれ、俺、家の鍵閉めたかなみたいな顔すな。結構長いな、こう見たら。まあそうやな。ちっちゃいもん、クリス。ちょっと怖いね、高所恐怖症。出てる。ちょっとこの高さ、嫌な高さやな。あ、違う。こっちだ、こっち。うん。こっちの方が浅い気すんねんけど。違うんかな。え、家の鍵閉めたかなみたいな顔すな、お前。逆光であんま映ってないかもやけど、お前、家の鍵閉めたかなみたいな顔すな。なんか手繋いで下るみたいな。あ、そこなんかな。うん、あ、じゃあ2人そうする。滑っていいの。あ、いいよ、もう滑らんでもいいで。シュールやな。あれ思い出したわ。クリスが滑った。そうそう。あの解説オリンピック実況な。地元の高台が一番好きなの。うっせや。あれをあれをほんまに十何回は見てるんだ。滑ろか。なんか普通に滑りやん。二人あげたってくれや。なんかそういう絵もいるかな。もうええわ。こっちも桜や。おい、もうええわ。なんでやねん。あ、いいな、ここ桜バックで。ほんま、ドサボでもいいやん。なほんまや。とっとくか。ジャケシャカ、ジャケシャカです。
ちょっと夜は冷えるな、やっぱり。いいな、でも春っぽい。この気温が一番好きやね、俺。わかる。確かに半袖で寒いけど、この気温一番好きだな。 T シャツとパーカー、トレーナーぐらいの、もうええわそれ。なんか、あの、全額お支払いです。ちょっと、もう俺らの支払いもう支払ってんの、さらにってこと。はい、ちょっとすいません。さらに誰にお金が行くの。これは僕です。なんでじゃあちょっと見ようよ、見ていいの。いいですよ、じゃあ、ちょっと。ああ、あんが言うてあれを言ってください。あれ、せーの、待て、あれ、あれ、あれっす、あれ。え、お前俺らより目立つなや。あ、ちゃうわ。それお前、やるぞ。